はい、どうもケイジです。本日もドラゴンクエスト10やっていきたいと思います。で、本日はガートラント城に来てます。この前スキル振り直しのクエストで来た、ガートラント城ですね。ここのストーリーを進めていきたいと思います。で、冒険ガイドの方はね、一応ね、引き続き、左上ランドン山脈頂上のフルッカに話しかけようと、バージョン1のラスボスネルゲルを、倒しに行く、討伐に行くためのガイドになってますけども、まあ前も話しましたね、それはレベル50ぐらいになってから行きたいということで、まあ多分もうこうやってサポート仲間さん借りてれば HP300 以上あるので行けないこともないとは思うんですけども、一応50ぐらいで行こうかと思ってます。で、その前にですので、あとキーエンブレムが、このガートラント城と、あとカミハルムイとか、あとベリナードとか、その辺の、あとドルワームとかね、その辺のキーエンブレムのクエスト残ってるので、キーエンブレムのストーリーが残ってるので、それをやっていこうかなと思ってます。で、まあ、ガートラント城に来たらまずこの人、ピンクの人、もうストーリー絡みでお決まりのピンクの名前の人に話しかけます。この辺りでは腕の立つ者たちが突然行方知れずになるという事件が起こっているのです。おう、ガートラント城の兵士たちも捜索に向かったきり戻ってこ、あ、帰ってこないとか。もっと詳しい話が聞きたいならこの通りの先にあるガートラント城へ行ってみるといいですわと。ガートラント城、お城ですね。行ってみましょう。ストーリーも久しぶりですね、やるのもですね。今はレベル46ですね。で、本日もサポート仲間さん、ストーリーやるんでサポート仲間さん、雇ってきてます。ティムジンさん賢者、ルンさん賢者、ハルカさんバトルマスターということで、まあ、僕としてはお決まりの、このレベル帯ではお決まりのバトルマスターと賢者さんの構成できてます。まあ僧侶入れたりとかしてもいいんですけども、まあ、僧侶このレベル帯じゃまだ僧侶さんの HP 低い方が多いので、まあそうですね、レベル5、60ぐらいになってから、まあ、僧侶さんは入れたい感じですけどね。まあ、賢者さんが一応攻撃魔法も回復魔法も使えるので、相変わらず賢者さんを使わせていただいてます。でガートランド城も結構広いんですけど、もういつも言ってるように、この絨毯、どこのお城でも絨毯の上を沿っていけば王座に、王様のところに行けるので、絨毯に沿っていけば大丈夫です。一応何回か前のやつで、賢者マリーンが出てくる、クローズナ王、よく来てくれたアロルド、急な呼び出しにもかかわらずこうして来てくれたことを感謝すると。すでに危機を読んでいるかもしれぬが、今我が国は厄介な問題を抱えているのだ。はい、グロスナ王、噂は道中耳にいたしました。何でも強い者たちがいなくなるとか。さよう、この一月ほどの間に次々と強い者たちが姿を消しておるのじゃ。しかも全く突然にな。おや、客人かい。
おマリン出た。おマリン殿、セラリム姫の病状は大丈夫だよ、ちゃんと解放に向かってる。でけえでけえ。紹介しよう、アロルド。こちらがあの癒しの術で名高い賢者マリン殿だ。マリン殿、アロルドとその婚約者のマイユさんだ。アロルドはわしの命の恩人でな、強いだけでなく知恵も勇気もある、わしが一番頼りにしている男なのだ。へえ、しかも男前だね。婚約者が一緒じゃなかったら私がお近づきになりたいぐらいだ。アロルドよ、無理を承知で頼みたい。行方不明者を探し出すため、そなたの力を貸してくれぬか。もちろんです、グロスナオ。そのために来たのです。感謝するぞ。状況は参謀のマグナスから聞いてくれ。アロルドさんがこの国を去ってしばらくしてからのことです。我が国の勇敢な兵士やパラディンの精鋭、そして他国より訪れた猛者たちが姿を消すようになったのです。最初に姿を消したのはグレン城へ我が国からの友好の品を届けたパラディンの輸送団なのですが、その探索に向かった者たちまでもが次々に姿を消すといったありさまでして。なるほど、わからないことばかりですが、とにかく情報を集めるところからやってみましょう。お願いします。じゃあ私はいつもの見回りに行くよ。弱い者を助けてやるのが私の生きがいだからね。あんたは今の話聞いてたのかい。でも財布を抜き取られて気づかないようなおまぬけさんに解決できる問題じゃないよ。100万ゴールドかけたっていいね。あははは。王様に話しかけたらいいのか。そなたは一人前の証を持つ旅人か。我が国が抱える問題を解決した者には英雄の証、赤のキーエンブレムを授けよう。だがそなたも腕が立ちそうだ。行方不明者の、捜索を手伝ってくれるつもりなら自身が巻き込まれるようを気をつけてくれ。グレン城からいらっしゃった方ですね。宣戦布告を取り消すという取り消すとの連絡はバグドーから届いております。ですがグレン城への贈り物に呪いの品を入れた犯人は分かっていません。まだ何も解決してないのです。これでなんかストーリーが進まない感じですけど、何をしていいのかわからないですけど、一旦ここに出れば確かストーリーが始まるんじゃなかったかな。こっから進んでいくとね、失礼、さっきの。俺はアロルド、あなたの名前を聞いてもいいだろうか。なるほど、刑事というのか。何がなるほどやね。あなたからは何か特別な力を感じるな。刑事、玉座の間にいたなら強い者たちが行方不明になるという話を聞いていただろう。俺は同じオーガとしてこの事件を何とか解決したい。刑事も力を貸してくれないか。はい。お、そうか、それは助かる。
刑事はまだこの国に来たばかりか。だったら城下町などをゆっくり見てからで構わない。俺たちはこれから北の座間放火台を拠点に捜索する。刑事も後から来てくれ。座間放火台。よし、座間放火台。ん、これピンクになってるな。あのアロルド殿に声をかけられるとは、そなたただものではないか。そのアロルド、そんなすげえのか。アロルド殿が言っていた座間放火台ならこの国へ来るときそなたも通っているはず。空高く白煙を上げる北の放火台だ。うん、座間放火台は馬車で行けるので馬車で行きたいと思います。これ2階に降りれば城の中からでもルーラストーンが使えるので、この辺からルーラストーン、ストーリーがあるんだったかな。まあ、ガートランドのルーラストーンも登録してあるので、城の城下町の入り口までルーラストーンで。あ、行けないか。ダメだ。行けないということは、ストーリーがあるのか。ストーリーというかムービーというか、本来はあそこから飛べるんですよ。でも今は飛べない状態です。ここでムービーがあるから、おお、すごいな、さすがピュージュさんだ。あはは、それじゃあ最後のお楽しみ、よく見ててね。あらよっと、あれもあれも不思議不思議、お人形ちゃんが消えちゃった。どうしましょうどうしましょう、どこへ行ったのお人形ちゃん、僕の大事なお人形ちゃん。あはは、怖くない怖くないよ。さあ坊や、その手をそっと開いてみてごらん。すげえ。おお、お人形ちゃんは君が 大好きなのさ。君と仲良くなりたいって、お友達になってあげてね、約束だよ。さてそれじゃあ僕は帰るね。皆さん、こんな大事な大変な時だけど笑いを忘れちゃダメだよ。バイバイ。ということで、まず今のムービーも一応フラグなので、さあ入り口までじゃあ一気にブラストンで。一応ね、ガートランド城を出て、出たところにある馬車で座間放火台には行けます。座間放火台、
はい、着きました。で、どうするんだっけ。あ、こう、いや、なんかどっか兵士に、ガートランド城のクロズナウは随分ご高齢なんだが、魔物狩りがご趣味らしくてね、少し前まではお忍びでこの辺りまでいらっしゃったこともあったんだよ。この放火台は何百年も昔に当時のガートランドの王が建てたそうだ。普段はこうして白い煙を上げているが、緊急時には真っ赤な煙を空いっぱいに吹き上げて知らせて、はい。あ、ムービーが。あ、刑事さん来てくれたんですね。入れ違いにならなくてよかった。ハロルドがいなくなってしまったんです。あの時うわ、黒いもやがアロルドを包んで、私何もできなかった。せっかく手伝いに来てくださったのにこんなことになってごめんなさい。私はクロズナー王に、グロスナー王か、このことを報告しに行かなくては。ということで、グロスナー王に報告に行ったので、僕ももうこれだけのために来たようなもんで、今からまたお城に帰らないといけないですね。アロルドのやつ消えたんだってな。マユさんと婚約して幸せそうだったのに。マユさんはガートラントへ戻ったんだろう。王に報告するためとはいえ、一人でガートラント領を渡るとは大した女性だ。でもやっぱりちょっと心配だよな。あんた知り合いならガートラントへ戻ってマユさんの力になってあげてくれよと。はい、了解。で、ここはまた後で来ることになるので、一応ね、馬車で来れるんですけど、ルーラストーンも登録しておきます。オルフェアでいいかな。はい、オッケー。じゃあガードランド城に、お城に戻りましょう。さっき思い詰めた顔をしたマイユさんが一人きりで帰ってきました。まさかアロルドさんに何かあったのでは。彼女はまっすぐお城へ向かいました。あなたも行ってあげてください。メギストリと一緒で、城下町からお城の入り口までが遠いんですよね、結構。なんかショートカットする方法をね、考えてほしいところですが。
さあお城に戻って、お城というか王様のところに戻ってきましたので入ります。なんということだ、アロルドまでは姿を消したとは。グロスナオに申し上げます。輸送団員のギザックが帰還いたしました。火球の報告があると申しております。お、行方知れずの輸送団が帰ってきたのですか。申し訳ありません、グロスナー王。私たちはグレン城へ大変な品を届けてしまったようなのです。そのことなら気にせずともよい。すでにマリーン殿の働きで解決済みである。そうでしたか。よかった。偽造された王の指令書を見せて私たちを騙したあの女。奴はグレン城に偽の贈り物が届けられたのを見届けてから私たちを捕らえました。あの女、白いベールで顔を隠したあの女、正体はおそらく魔物です。私が囚われていた場所にはまだ仲間たちが閉じ込められています。グロスナオよ、どうかお助けください。ギザックよ、よくぞ知らせてくれた。スピンドル兵士長呼べ。来た来た。スピンドル兵士長参上。いるのかね、今の。久々に私の出番が来ましたね。あとはガートラントの花、スピンドルに全てお任せを。ではそういえばギザック君、その白いベールの女とやらはどこにいるんだったかな。城の南東のギルザット地方にかつて盗賊たちがアジトにしていた廃屋があって、そこに秘密の、通路の入り口があるのです。やれやれ、頼りないね、スピンドル兵士長。私も手伝ってやろうか。いいえ結構、通りすがりの賢者の助けなど我が剣の前では何の役にも立ちません。勇ましい、頼もしいじゃないか。嫌われたもんだね。じゃあ私はギザックの傷でも見ていよう。スピンドルのやつ大丈夫だろうか。もう久しくやつの剣技を見ておらぬが。私も行きます。もしかしたらアロルドもそこにいるかもしれません。刑事さんも力を貸してください。私先に海賊のアジト後へ行ってきます。よし、ではギルザットか。我が国からの友好の品としてグレン城に魔晶石のネックレスが届けられた事件と行方不明事件がつながっていたとは。犯人は白いベールの女。女の目的は分かりませんが、今こそ行方知れずの者たちを助け出すチャンスです。イザックが言っていた盗賊のアジト跡はガートラント領を南東に抜け、ギルザット地方を東へ進んだところ。どうかお急ぎください。ギルザット地方東ね。今度は2階からルーラーストーンで飛べるね。
とりあえずガードラントの入り口まで、入り口まで行きましょう。あ、ザマ放火台はもう行くことなかったかな。ルーラストーン登録する必要なかったっけ。どうだっけ。今ところで録画時間はといかほど、あ、26分か。よし、じゃあ今回の動画ここまでして、次回ギルザッド地方に行って、その白いベールの女を探しに行くところから、始めたいと思います。なので今回の動画ここまでです。ご視聴いただきましてありがとうございました。